県内の感染者の状況を今日も詳しく見ていきます。こちらはまず感染者の推移を表したグラフになります。先月末には1日あたり最も多い200人の感染確認された日もありましたが、まん延防止等重点措置が適用された、今月5日からを見てみますと、徐々にこのように低下していますね。減少して、今日は36人の感染が確認されました。次に人口10万人あたりの数で感染者県内を全国と比較してみます。宮城は昨日までの1週間で 13.44 人と全国で28番目、昨日よりも1つ順位を下げることができました。次です。県内の療養者の状況を見ていきます。県内全体では午後3時現在で557人います。内訳は入院中の方160人、この160人のうち13人が重症者ということですね。昨日と比べると17人、3人減っているという状況です。ホテル療養中の方は197人、自宅療養中の方は157人、入院等調整中は43人ということで、このように全ての項目で昨日と比べて下がっているという状況になっています。次に病床占有率見てみましょう。県内全体で新型コロナウイルス患者に対して今すぐ使える病床は235床あって、160人入院しているので占有率は 68.1% です。この中で重症者の病床に限ってみると 48.1% で、この県内全体のうち仙台医療圏で限ってみると139床あるうち107人ということで 77%、 重症者は 66.7% となっています。